あなみさん、こんにちは。ゆずいです。それでは、今回なんですけども、セブン銀行 ATM で利用可能なスマホ決済まとめということで、まあ、これまで何度か紹介しているセブン銀行 ATM のサービスなんですけども、まあ、意外と使うなと思って、今回ですね、僕なりにまとめさせていただきました。以上ですね、ざっとお伝えする順番はこんな感じです。l i n e p a y p PayPay、CASH、バンドルカードということで、まあ、一部、あの、スマホ決済ではないキャッシュとバンドルカードも入ってるんですけども、まあ、意外と使うかなと思って、今回、この中に含めています。 まあそれでは早速 LINEPE からお伝えしていこうと思うんですけども、まず LINEPE の場合は、セブン銀行 ATM からの入金は無料で、出金は216円かかります。で、あとは最低利用金額が入出金ともに1000円からということですね。まあ LINEPE に関しては、入出金ともにセブン銀行 ATM でできるというところがまた魅力的ですね。次は無料送金アプリのプリンですね。こちら入金はできないんですけども、出金が1日1回無料でできます。 で、2回目以降は216円の手数料がかかります。で、最低料金額は出勤は1000円からということですね。まあ、プリンの魅力といえば、まあ、出勤するときに1回目は無料で出せるというところですね、やっぱり。そして、セブン銀行 ATM からの入金が今のところできないみたいなんですけども、まあ、今の流れ的には、いずれまあ、できそうな気もしなくもないですね。 そして次はペイペイですね。ペイペイの場合は入金が無料でできて出金が不可ですね。で、最低のチャージ額は入金が1000円からできるようになってます。で、あとはチャージの限度額として50万円ということで,ですね。まあ、ほんとつい最近ですね。ペイペイでもセブン銀行 ATM からの入金が可能となりました。そしてま、出金については今のところできてないんですが、まあ、出金できるかもという話はちょくちょく出てきてますね。まあ、次はま、スマホ決済ではないんですけども、意外と使うことが多いとされるビザプリペイドカードのキャッシュです。 ね。こちらは入金は無料でできて、最低のチャージ額は入金は1000円からとなっています。1日の上限額は5万円ということですね。まあ、キャッシュはもうやっぱり折り紙ペイと組み合わせて使うことがあるので、今回ピックアップさせていただきました。最後はこちらのバンドルカードですね。僕の動画でも何度か紹介しました。で、こちらは入金が無料でできて、そして最低チャージ額は入金は1000円からということになっています。まあ、バンドルカードに関しては、 還元などは特にはないんですけども、まあ若い学生さんでも作れたりですとか、あとはちょっとした後払いのような機能もついてるので、まあそれがちょっとした魅力的なところですね。ということで今回は5種類お伝えさせていただきました。他にもですね、au ウォレットやソフトバンカードなどもあるんですけども、今回は省かせていただきました。まだまだですね、現金しか受け付けてないお店も結構あるので、まあそのような場面でまあ出勤ですとか、まあ入金の機能っていうのはまあ助かるなというふうに思いますね。まあそしてセブン銀行 ATM 自体は滅多のことがない限りは、 まあ24時間ずっと動いているので、まあ急いでやる時などでも対応ができるので、そこは本当にこのセブン銀行 ATM のまあ魅力ですね。そんなコーナーで今回はセブン銀行 ATM で利用可能なスマホ決済をまとめということでお伝えさせていただきました。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。